でも速化軸の久保でですす気になる男シリーズですね前回26話をタカさんに送っていただきました自分の人生から逃げないためにお金を稼ぐということとあとはね幸せになるためにお金を稼ぐっていう側面もあるんですけどもどちらかというと不幸を避けるためにその手段としてお金があった方がいいんじゃないかなっていうことでお互いまとめていったと思いますいやね本当に26話ありがとうございました私もいろいろと再認識することができましたそして今回は 気になる男の27話です、えー、お金を稼ぐこととはっていうねそういったものをここまでの「の気になる男」シリーズを振り返ってまとめてみようかと思いますのでよろしくお願いします、えー、さあですね最初のシートですけどもお金を稼ぐことととは投下交換とよく言われますねやっぱりこうお互いに価値のあるものを出し合ってそれを a さんから b さんへ b さんから a さんへということで両方とも損がないようにやっていくこれをまあウィンウィンの状態とかねギブアンドテイクっていう人もいるみたいですけどもさあ一体それは正しいんでしょうかどうでしょうかはいまあお金をいただくってことお金を稼ぐってことはお金をいただくことを目的にして商品やサービスを提供することこれはまあ普通の商売ですよねこれに対してはその通りだとしか言うことがないと思いますでつまり 価値と価値との交換をすることが稼ぐことってことですよねこの場合どっちの価値からどっちの価値へ移転したからといって一方的に損する人がいないっていう図式になると思います、ね、やっぱりどっちかが損すると思えば交換をできない交換に応じてもらえないってことになりますんでまあ商売は成立しませんよねお互いに得だと思うから損しないと思うからその取引ってのはあると思うんですよ はい例えば現金300円この支払いと価格300円のコーヒーねやっぱこう300円と300円で釣り合っているから両方とも損しないですよねまあ皆さんがセブンイレブンとかねコーヒーショップに行ってもなんかコーヒーをね買う時にうわ損したなと思って買うこともないと思いますしうわ損したなと思って店が売ることもないと思うんですよやっぱりお互いに、えー、ありがとうございましたっていう気持ちになるのは間違いないんじゃないかなと思います でね、ここでちょっとね問題提起したいのは本当なのかなってさっき言ったのはお金を稼ぐこととはっていうのは実はね両者不等価交換の関係だというふうに気づいた方がいいんじゃないかなってことです不等価交換なんですよねじゃあどういうことかってことを説明していきますさっきのコーヒーの例どうでしょうか300円のコーヒーの売買この関係について両者が不等価交換を起こしているってことにちょっとね目を向けてみましょうはい販売者側は 30円の原価のコーヒー、これをもってね、倍か300円という売り上げを実現してるはずなんですよ。300円のものを300円で売ってるわけではないってことなんですよ。まあ、要するにね、ふっかけて利益を乗せているってこと、これは疑いないですよね。はい。この利益の存在があるわけですよ、販売者側には。これがないとやっていけませんからね。そして購入者側なんですけども、300円は確かに払いますよ、300円は。でも 300円の倍価のコーヒー、これの支払いによって得をしてるはずなんですよ。どんな得をしてると思いますはい。支払い以上の無形の利益の存在があるんですよ。ね。無形の利益の存在。うん、やっぱり価値とか利益って形のあるものばかりではなくて感情とかね、気分とかいうものもあるじゃないですか。そのことについてもうちょっと私たちは心を止める必要があります。はい。例えばコーヒーの場合でも 自分でで作るるの手間がかかるでしょだっていろんな機材が必要じゃないですかで独自のの仕入れっっててものもコーヒーヒショップはやってますでそういうものをやってなければやっぱコーヒーショップって長続きしないんですよやっぱりここのコーヒーじゃなくちゃねみたいに思われてるから続くわけなんですよ独自の仕入れ必要ですよねそれからそのコーヒーを買う方からしてみたら店舗を利用させてもらうっていう風なねそういうのも込みでこコーヒー代に入ってると思うんですよ 例えばスターバックス行ったらソファーがあったりテーブルがあったり、まあ、のコンセントの電源とかがあったりしますよねで清潔な店内っていうのもあるででしょ、うん、でそういうのが必要なければ、まあ、家でねなんかこうコーヒーメーカーで作ればいい話なんですよで快適さっていう無形の利益も存在してると思います他にもまだまだきりがないんですけどもさまざまな無形の利益を私たちは手にするということでコーヒーを買うわけですよね こう考えると300円のコーヒーって支払いは300円するんだけどもずいぶんベネフィットをねかねこれがだから両者不登校交換の原則で両者がお互いに利益を得ている状態を作り出すことなんですよそうするとお互いに繰り返しこの方法っていうのは使うことが可能なんですよねどっちかが一方的に利益を得ていてどっちかが一方的に損をしているようだとどっちかが続かなくなるんですよ 損をしてる方が主に続かなくなります。まあですんで、安売りってのは確かにお得なんだけども、安売りすると利益が出ずに潰れちゃうでしょ。うん、それからね、あのー、何ですかね、値切るっていう言葉がありますよね。値切るのもほどほどにしないと、値切られっぱなしのところがやっぱりなくなっちゃうんですよ。安きりゃいいってもんじゃなくって、自分が このお店とかこのサービスをずっと得続けたいなと思ったら適度にか守られることって大事なんですよねはいじゃあもう一つ例を出しましょうかお笑い芸人の例ですお客様はねお金を払って楽しい時間を買いに行きますお笑い芸人の,あのパフォーマンスって面白いですよねでこれはですね人生ってのは限られてると思いますけども人生の限られた時間をなるべく 楽しく過ごすためにお金を支払っているとも言い換えることができますまあこれに支払う価値があると思ったから次も行こうかなって思うリピートするわけなんですよねえそしてお笑い芸人の方なんですけども自分の演技とそれに費やす時間で生活費を受け取ってるわけですよね自分の演技とその演技を磨くための時間が生活費を受け取れなければやっぱり芸人って淘汰されていなくなっちゃうわけですよね えつまり自分の命のリソースのある側面を販売して例えば人を楽しませる知恵とかね生活の糧を現金を得てるわけなんですよだからまあ言ってみれば原価なしでお金を得てる存在とということになりますねでお客様は原価の存在しないものに無形の価値を受け取って対価を払っているということになりますでこれが両者実際にうまくいってるから繰り返されるんですよね でこういった関係を私たちはコンテンツ提供によって作り出す。それがネットで稼ぐ、情報で稼ぐってことになります。言ってみれば、お笑い芸人も情報で稼いでると言います。はい、そして過境に入ってきます。今回のこの気になる男シリーズ27話ですけども、一体稼ぐとは何なんでしょうかね。そして稼ぎ続けるとは何なんでしょうか。これをまとめたことあります考えたこと。 私は一つの結論に達してますえ稼ぐってのはどういうことかっていうと自分のスキルをお金に変えるってことなんですよ。体力これをねお金に変えて引っ越し業者とか荷物を持つとかそういったこともあるでしょう。先ほどのように芸人のようにね知恵をお金に変える弁護士さんとか医師とかもそうですよねそういうこともあるでしょう。もしくはコンビニや牛丼屋の店員さんみたいに自分の時給 つまり存在していた時間与えていた時間を時給900円とか今吉野家とかね夜中では時給1400円らしいですけどもそういう風にね時間というものを差し出してお金をもらうっていうこともありますまあこれが稼ぐってことなんですけども稼ぎ続けるっていうのはどういうことかっていうとね繰り返しててて稼げるる方法を手に入れて実行すすってことなんですよお笑い芸人が面白い芸をすると同じ人に対して何回か使いますけどもそのうち飽きられちゃうでしょ ということは別の人を動員して別の人からお金を得るしかもこのお笑い芸人は同じネタを使っても全然別の人に受ければ全然使えるってことなんですよはいで牛丼屋さんの店員さんも同じ牛丼を入れてるんですよ同じ牛丼を作ってるんですよでも買う人が違うもしくは繰り返し繰り返し来ていただければ同じ行動をしてるのにずっとお金をいただけるってことになりますこれが稼ぎ続けるってことですじゃあ 自分自身に置き換えて繰り返し繰り返し受け入れていけるサービスや商品を持っていますかとできれば同じ人に提供してもまあそうでなくても別の人に提供するんだったら受け取っていただける商売ってリピートを起こすか新規に対してビジネスをするかっていうふうに2つに分かれていて両方を同時にすることもできるんですよ新規さんを取り続けてリピートも常連さんに対しても売っていくみたいなね この両方ができるとものすごく儲かるそんなスキルが手に入ったってことになりますさあそしてですねもう一回繰り返し言いますけども学校の先生っていうのも言ってみれば毎年毎年同じことを言ってますねでも生徒さんは入れ替わるわけですよ毎年毎年小学校1年生は入学してきますし毎年毎年高校3年生は新しく出現するんですよね そこにずっと居座っている先生は毎年同じことをしていてもちゃんと儲かるってわけなんですよコンビニの店員さんもそうですよね作業っていうのはコンビニの店内では限られてます種類は多いですけどもいきなりね飛行機を運転してくれとかなんないわけですよいきなり下水の処理してくれってなんないわけですよほぼ同じことを毎日して時給や利益を取っています工場の勤務もそうですよねずっと車を作る工場に勤務してる人は いきな,り、ね、なんかマイクロチップ作ってくれとかなんないですしいきなりビデオの撮影してくれってなんないわけですよほとんどの人は同じことをしてお金を得てるんですよねはいこれ YouTube でも同じですよ YouTube で稼ぐっていうどういうことかっていうともうね来る日も来る日も YouTube の動画を作成してそれによって対価を得続けているんですよ、ね、だから YouTube で稼ぐってなんかぼんやりしたものに見えますけども 日々 YouTube 作ってますと。YouTube 作ってない日はないです。だって今日の売り上げは今日の作った YouTube で作ってるんだもんってことなんですよね。もちろん過去の動画から上がってくる収益とかもありますけども、基本的には最新版の動画が自分に大きな利益をもたらしてくれるってことによってできてるわけなんですよ。もちろん同じ YouTube が何回も何回も再生されることによって利益を何らかの形でもたらす。広告収入やコンテンツ販売っていうのをも,もたらすってこともありますけども、まあでもやっぱりね、 今日作った動画が最も多くの視聴者さんに響くということは一番大事なことじゃないかなと思いますね。YouTube で稼ぐっていうことをね、何らかの目標にしてる方、毎日できますだってこの毎日やらないと YouTube で稼ぐってことはすでにもうここで確定してるわけなんですよね。それは YouTube だから特別ってわけじゃないんですよ。毎日勤務するってお金を毎日得たいと思ったら本当に当然のことなんですよね。ただ YouTube ってのは2つの側面で 学校の先生コンビニの店員工場の勤務などよりも優れたところがありますそれはある程度動画がたまっていくと新規で作らなくても存在した動画が利益をもたらし続けてくれるってことと単純にあらりがでかいってことなんですよねもちろんあらりがゼロみたいな YouTube の動画もありますんで全部があらりが高いということではありませんけども価値が変動するそのメリットを生かすことができるんですよ学校の先生コンビニの店員工場の勤務これはね 価値の上下っていうのが非常に起こりにくいんですよね、はい、じゃあ次行きましょうか次はね高さんの、えー、スクリーンショットをちょっと借りますけども自分でお金を稼ぐことをずっと考え続ければいいって書いてるでしょ、うん、まさに YouTube っていうのはそれを考え続けてる人の結果なんですよどうやったらお金を稼げたかとかねどうやったらお金を稼げただろうかっていうことを そのまま YouTube でさまざまな形で表現してるに過ぎないわけなんですよね。で次のシートになりますけどもいよいよ終わりが見えてきました。はい。タカさんはね YouTube を使ってこれをやってるんですよ。毎日どうやったら稼げるだろうか。そして稼げた方法を何回も何回も使っていこうっていうようにしてるわけなんですよ。非常にシンプルでしょ。だからなんか種類は変わりましたけども根本的には。 仕事をするとかお金を稼ぐとか働くっていう意味では別にねあの会社員をやってる時とそんな変わんないんですよただ働き方の細かい種類が変わってきてこれだったら自分にはできるかなっていうものにたどり着いたってことなんですよですんでねあの会社勤務が向かなかった人もタカさんと同じように YouTube 活動なら向いてるかもしれませんよねはいでもね タカさんはこれをやってるからといってちょっとまだまだ紐解いていかないといけないところがあります一体 YouTube で顔出しをせずに儲かる方法うんなんかこの「気になる男」シリーズでいろいろと見てきたけども実際にどこから利益がどうやってできてるのこれ知りたいですよねそしてタカさんの場合家族もいますどうやったら家族を養えるほどのお金が得られるんでしょうか YouTube で動画作ってるだけじゃないどういうことなの いや私も YouTube の動画いっぱい見るけどもなんかお金を払ってる感覚ないよ広告収入そんな高いのおかしいなこんなこといろいろ考えますよね特にタカさんのチャンネル登録ってまだ200人いってないわけですよとなると私たちが知らない別のチャンネルがあるのかなって考えちゃいますよねはいそもそも誰がお金払ってるんですかとそうタカさんがお金を得ている生活費を得ているってことはそれにお金を払ってる人がいる 不交換に参加してていいるる人がいるってことなんですよ一体どういうことなんでしょうか高さんの動画を見たからといってお金を払いたいくらいのものそれはどんな人がどういった価値基準で払っているのかそれが分かれば自分でも人にお金を払わせるような動画を作るその手がかりになるんじゃないかなっていうふうに気になりますよねはいそして高さんの周りに起きている不等価交換現象ってなんだろうさ今日のテーマは不 タカさんは動画を作ることによってほぼ無料からお金を得ているわけなんですよ不投下交換ですよね、はい、そしてお金を払ってる人はタカさんの動画を見ることによって何らかの利益を得てそれに見合ったお金を喜んで払っているってことですさあこれ何なんでしょうかねそしてこのタカさんみたいにやってる YouTube で稼ぐ家庭を支える私にもできるんでしょうか当然の疑問ですよ これも気になりますよねなかなかね気になるでしょうん気になる男シリーズですからね気になるんですよよくぞこのテーマを出してくれたって思うでしょ今までそこそこ楽しい動画を見せてもらったけども実は知りたいのはここだったんだよ気になるのはここなんだよそういうことじゃないでしょうかはい親の教育学校の教育世間の常識まあこういった話もしてきましたけども 親の教育や学校の教育世間の常識にはないものもうなんかなんとなく分かってきませんそれは YouTube でどうやって稼ぐかってことですよお父さんお母さんに聞いてみてくださいお父さんお母さんの真似をしていたら YouTube では稼げませんよ学校の先生に聞いてみてください YouTube でどうやって稼ぐんですかね教科書に書いてないことは学校の先生はうん分からないなーってことになります学校の先生はお金を稼いだ経験ありませんね 残念ながら企業で働いてるわけじゃないので与えられたカリキュラムを右から左にやれば給料は保証されてるんですよ別にこれは学校の先生をバカにしてるわけじゃないですよそういう役割ですからねそういった方も必要なんですよしかし YouTube の稼ぎ方教えてくれませんね学校の先生で YouTuber やってるよみたいな人はなかなかいないと思いますしねはいそして世間の常識世間の常識では YouTube で当たり前のように稼ぎますっていうのはまだなかなか浸透してないと思います一部の人はそういう人いますよねとかね YouTube で稼ぐなんて一部の人だけですよっていう感じで一部の人を強調するんですよそれが世間の常識なのでどちらかというとまあ亜うと言いますかね外れ物の稼ぎ方っていうふうにジャンルされてるかもしれませんでも YouTube ってものはほとんどの人の生活に染み付いていて切っても切れないものになっている押しむらくはほとんどの人がユーザーザであり ここからお金を得ている人が少ないってことなんですよ。でも、考えてみてください。両者、不当化交換の法則。YouTube を見てる人は、ほぼ無料で、価値を取り出して、得をしてる状態なんですよね。じゃあ、YouTube を提供する向こう側には、YouTube の動画を提供して、確実に繰り返し利益を得てる人がいるって考えられませんかはい。ここでね、稼げるセンスのあるないについてお話をして、 今回のスライド終わっていこうかと思います誰に学べば稼げるようになるのかこれ見分けつきます稼げるセンスのある内容ここに全て集約してますよそして私の方から申し上げます稼ぐのが得意な私が判断すると誰に学べば稼げるようになるのかこの答えが一つ出てきますそう気になる男高さんですよねということで今回のスライドショーは終わりになります じゃあ、今度は28話ですね。タカさん、27話を受けて、またアンサー動画をお待ちしてます。よろしくお願いします。